どうも、ルイです。今回はですね、キングダムいただきやっていこうかなと思いますと。今回何をやっていくかというと、いただきの日ですかね。ガチャ回していこうかなという感じですね。こちらのガチャの方が、10日、20日、30日と、開催してるっていう感じで、ガチャ券でね、回せる感じなんで、サクッと回していこうかなという感じですね。で、12回ガチャれるということで、一応武将狙いでやっていきますと。で、他にも、本日分の無料と、あと、星3武将の 10% ガチャが2枚あるので、こちらと回してっていう感じですかね。で、まず無料の方から行きましょうか。で、ピックアップ選択の方は、持ってない SSR を、設定しておくという感じで、で、提供割合の方がですね、一応 SSR が 3.5% できますよと。で、ピックアップに設定してる新カードの方は 0.6299% できますという感じですね。行きましょうか。3万ね。ちょっと3万だと厳しいという感じですね。で、武将の方も一応持ってないのが、エイセイと等という形になってますね。で、モーブでしたっけ？モーブの方は入ってないという感じで。で、提供割合は新カードと同じですね。確率は。3.5% のうちの、ピックアップにすると 0.6299% で来るという感じですね。さあ、行きましょう。3万ね。結局3万だと、厳しいと。何があろうと最後まで諦めねえ。はい。で、星さん部長、武将、10% ガチャ券ですかね。こちらを回していくという感じで、持ってないキャラ、ちょっと提供割合 10% か。いきましょうか。さあ、これはちょっと熱いんじゃないかと。これは来るんじゃないですか。なんか 20% でしょ。2枚なんで。5万どうだ。ないか。ないね。もうここでもう厄払い終わったんで。さあ、いただきの人、これですよ。問題はこれ。一応ね、武将の方、
まあ、こちらを狙っていくと。一応モーブが 0.2916% で入ってるんで、まあそれも狙いながら、まあ提供割合が 3.5% と、星さん 3.5% と。さあ行きましょう。さあお願いします。もうここで引いたらもう勝ちなんで。九砲、前方に敵軍、数はおよそ3万。あっ、3万はダメでしょう。いやでも来たんじゃない。何があろうと最後まで諦めねえ。これがレインボーというやつですか。今は何の力もない弱王だ。中華統一は空虚な世まいごとではない。いいっせ、ありがとうございます。いいっせ、持ってなかったんで最高ですね。もう一枚来たかと思った。あー最後にね、これチケットがもらえるんですけど、まあ1枚しかもらえなかったですね。まあ多い時だったら結構もらえるみたいな感じなんですけど、まあ今回はちょっと衛星を引けたということで、まあ神引きですかね。まあありがとうございますと。まあこのモーブですかね。またちょっとモーブ弾ける機会があったらちょっとまた弾きたいなと思いますという感じで、まあまだチャンスあるでしょう。まあ、いただきの日も、まあ、定期的に開催してる感じなんで、まあ、全然チケットでも狙っていけるという感じですね。まあ、ということで、まあ、本日はこの辺りにしておきましょうか。まあ、よかったらね、チャンネル登録の方と高評価の方よろしくお願いしますと。それでは皆さん、また。